はいどうも、翔平 TV です。本日は1日限りのピッチャー復活ということで、翔平 TV が本日は投げております。動画は2本立てでお送りいたします。まず最初、オニシームを投げました。久々に投げたんですけど、結構変化はしてると思います。まあリリースをね、前に話すのがコツです。そしてお次、はい、こちらのツーシームも、こちらのオニシームもちょっとね、早めにこうリリースをしてしまったので抜けてしまいました。さあどう抑えていくか。はい、こちらちょっと高めに浮いたオニスライダーです。オチはあんまりないですね。浮いてからちょっと曲がった感じですね。そして追い込んで、はい、こちらボールになってもいいストレート投げたんですけど、低めに投げたかったですね。実際はちょっと高めに行ってしまいました。そしてラスト、はい、こちら鬼スライダーです。三振となりました。ちょっとまだ高いんですけど、本当はインローに投げたかったんですよね。まだまだ、練習が必要です。そしてお次は北野くんです。さあ1球目、こちら鬼スライダーを、ね、1球目投げまして、まあ、ストライクになるスライダー投げたんですけど、早めに落ちてしまいましてボール。そしてお次はインコースのツーシームを投げます。鬼シーム、はい、こちらうまく決まりまして空振りとなりました。これはね、投げれる人あんまりいないと思うんですよね。まあコツなどは、後日ね、動画で説明します。そしてこれちょっと追い込んでからの早めにね、クイックで投げるという戦法を使っております。そしてお次のボールはこちら、まっすぐですね。まあ緩急ってことで、はい、次は速いボールを投げました。しかしファール。そしてラストの球は鬼スライダーかな。はい、こちらちょっとこれやばいですね。ちょっとね、すげえ抜けましたけど、キャッチャーが外に構えてたんで、まあこれストライクらしいです。はい、これで三振と。そしてバッターは松井くん。良平と一緒のね、ラガーズのチームのメンバーです。まあ、結構彼はセンスがあるんで、はい、まず鬼シームをファールとなりました。いやマジ当ててくるんですよね。そして次は何投げんだっけ。はい、こちら鬼スライダー、インコースの鬼スライダーです。これはちょっと落ちなかったですね。落ちずに真横にちょっと強くね、腕を振りすぎました。これは危なかったですね。まあ、振ってほしい。はい、こちら鬼シームで打たしてセカンドゴロになりました。どうですかね。まあ芯を外して、はい、セカンドゴロですね。いいんじゃないでしょうか。はい、そしてバッターは入間出身のひろとくんです。まずストレート、はい、こちら外に外れてボール。これは7割ぐらいですね。まあ、肩の調子を見ながら投げておりました。そしてお次は、はい、こちら鬼スライダー。これちょっと抜きましたね。これね、ちょっと抜いたんで落ちましたね。キュッと抜くというのは、あの手は一緒なんですけど、腕の振りをちょっと抜きました。そしてお次、はい、こちらまっすぐで
アウトロービタンとストライクとなります。これはもう狙い通りですね。キャッチャーはもう動くことなく、はい、そして追い込んで、あ、来たー。これ見ましたか。これ鬼チームのこちらアウトコースのボールからアウトコースのストライクになっていくバックドアですね。いや本当今日は決まりましたね。そしてバッタークリッチ、まずまっすぐ真ん中に、まあ、これ低めに決まったんでよかったですね。そしてお次何投げようかな。さあインコースに構えてあります。インコース、はい、こちらちょっとね外行っちゃいましたけど、スライダーでカウントを取りに行きました。さあそして追い込んでインコース、これは、はい、これ鬼スライダーですよ。これが投げたかった。本当にインコース、まあ、真ん中からインコースに落ちて膝元落ちてブラスト。これはね一回もう昔に大井くんをね探し出してます。そして翔平対良平、さあ結果はいかに。残念ながら後日動画出します。次の動画で決着。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますのでぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。